下がった家を持ち上げていきます。お願いします。外っていきます。どう言ったらいいんですかね。ここにジャッキを乗せて持ち上げる形になっていきます。少し見ていてください。はい、サンダーで切れたら次はハツっていきます。おおよそ持ち上げる箇所が、15箇所ぐらいだったんですかね。15箇所をこの作業で繰り返ししていきます。なかなか大変です、この作業は。全部をやっぱり見せれないのが少し残念ですね。やっぱりこのモザイクがなかったらもう2倍はいい映像になってたんですけどね。これを見せてしまうと僕たちご飯食べれなくなるんですよね。すいません。ガタガタな面をある程度平らにしたらこの作業は OK です。平らにしないとジャッキを置いた時にちゃんと置けないからこの工事が必要になってきます。お願いします。続いてはユニットバスの窓枠解体、入り口解体をしていきます。なぜ取り外すかというと周りの壁が剥がると同時にユニットバスも持ち上がってしまうからです。これは必ずする必要性があります。よろしくです。続いての作業は床下でスカを外して、あ、違いますね、スカの金物を取り外していく作業になります。これも一つでも忘れてしまうと家が上がらないです。ついでに見えているボトルも外します。これがおよそ50箇所ぐらいですかね。とにかく空気が悪いし狭いし、かなりしんどい作業になります。大変です、これは。はい、とにかくずっと約2時間ぐらいですかね、ずっとこの作業を繰り返していく感じになります。この作業なんですけどね、まだ涼しい時はいいんですけども、夏とかになると汗がかいて服がドロドロになるんですよ。もうそれはそれはの服装になって、とにかく大変なんですよ、この作業は。はい、この時期ならまだ
だいぶマシですね。はい、あと何箇所ぐらいなんですかね、これで。あともう9箇所ぐらいですか。本当この作業大変なんですよね。はい、あー、ほんまじゃった。あと最後なんですけども、この独立柱のボルト外しもなかなか硬くて大変なんですよ。これですよね。これもなかなか外しにくいんですよ。今回はまだだいぶマシでしたけどね。ではいよいよジャッキを据えて上げていきます。これ1回でだいたい5箇所にスイッチしていきます。で軽く効くまでジャッキをジャッキアップしてスタンバイしていきます。はい、これ今気づきましたけども、ボルトを2箇所取るのを忘れてましたね、これ。はい、忘れているのが一番危険なんで、とにかく忘れないように落ち着いてあげていきます。見てください、もう1センチぐらい上がってますよね。こうなっていけば勝負は速くなっていきます。そしてある程度上げたらかまし物で調整していきます。はい、3センチになりました。まあこんな感じですね。これをかまして外してジャッキを移動させての繰り返し機になります。今この箇所が8センチですかね、下がってるのが。で、あとは声をかけながら1,2,3,4と繰り返して徐々に上げていきます。今もう2センチぐらい上がってましたね、今。はい。それで外が少し上がってきたら中の構成塚を調整していきます。もうすごい上がってますよね、これ。はい、で取ってはセットしての繰り返しになります。今回第2話はこれで終わります。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。